皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。流行りが3つ続きやってまいります。これね、まあ聞けないですよね。だってカリッジポイントがないんだもの。ダメ、やっぱり聞けないよ。もし私のために我慢してくれているんだったら余計に聞けるわけがない。大丈夫だから、絶対に助けてあげるからね、ちーちゃん。そういったちーちゃんの手はふるふると小さく震えていて、怖がりな自分が情けなく思えてしまう。不安なのはちーちゃんだって一緒なんだ。今度私が助けてあげないと。そうか、ちーちゃんもちょっと怖いんやな。へっちゃらピーなんかと思ってたわ。カゴメちゃんもうすぐだよ。着いた？ちーちゃんの声にそっと顔を上げると、前方から光が差し込んでいた。明るいってことは、それだけでこんなにも安心できるものなんだって、この時私は初めて知った。よかったね、ちーちゃん。よかったね。ここまで来ればもう足元を確かめながら、ゆっくり歩かなくったって平気。走ってだって、転ばずにゴールできる。じいちゃん？けどどれだけ私が手を引いても、じいちゃんは根が生えたみたいにそこから動かない。光の下へ帰っていくのを怖がっているみたいに。じいちゃん何？私の手の中をじいちゃんの手がゆっくりとすり抜けていく。猫みたいにするりと、最初からここには何もなかったって言うみたいに。ちーちゃんの冷たくて優しい手が離れてしまった。カゴメちゃん。ちーちゃんの声は沈んでいて、それはいつかテレビで見た北極の冷たい海を思い出させた。どこまでも透き通っているのに冷たくて、怖いくらい穏やかなのに全てを凍らせてしまう冷たい海。もう私、カゴメちゃんには会えない。いきなりのことに言っていることの意味がよくわからなかった。ただ胸がぎゅっと痛くなるのを感じることしかできない。カゴメちゃんとは今日でお別れなの。どうして嫌だよ。絶対に嫌だよ。いろいろな思い出があるのに言葉にできたのはたった一つだった。ちーちゃん。寒い。すごく寒い。それは洞窟が暗いからじゃない。ちーちゃんの言葉で胸に穴が開いたからだ。痛くて寒くて悲しいけど、不思議と涙は出なかった。ただどうしていいのかわからなくて、私はちーちゃんの指を引っ張った。遠慮がちに掴んだ右手の中指。その指にはお祭りで買った指輪がはまっている。どうして？どうしてお別れなの？ちーちゃんはうなだれたままだった。ねえどうして？私のこと嫌いになったの？だってまだお人形に名前もつけてないよ。ねえどうして？私はちーちゃんの腕を引っ張った。力いっぱい引っ張った。一歩また一歩、私たちはゆっくり洞窟の出口に近づいていく。今ちーちゃんには洞窟の呪いがかかっていて、太陽の下に戻れば、いつものちーちゃんになってくれるんじゃないか。そんな風に考えていたのかもしれない。一歩もう一歩。ようやく外に出た頃には、太陽も山の彼方に半分沈んだ夕暮れ時になっていた。茜色の火に照らされたちーちゃんの顔は、今まで見たどの表情よりも悲しげだった。きっと北極の冷たい海に沈んでいく人は、こんな顔をしているに違いない。何それ、死んでいく人じゃないの、それは。冷たくて透き通った海の底に、ゆらゆらと沈んでいくちーちゃんを想像してしまって、私はますます強く指を握る。これを話したら、ちーちゃんとはもう会えないって分かってしまったから。あのね、カゴメちゃん。
ちいちゃんの指をつかんだ。私の手をさらにちいちゃんの手が覆う。いつもは安心できる手なのに、今の私は得体の知れない不安を感じてしまう。それでも黙ってちいちゃんの言葉を待った。今夜、寝の刻、かごめちゃんの家は火事になるよ。え？とても大きな火事になるのよ。私は耳を疑った。今夜うちが火事になるの？私も古い家の子だから、寝の刻っていうのが何時のことかぐらいは知っている。真夜中の0時から2時間が寝の刻だ。まあ、0時から2時間、ん？あれどうやったっけ？ねえ。あ、数え方忘れたな。なんかあるよね、そういう数え方。え、ねえ、牛とらう、立つやったっけ？そんな遅い時間にうちが燃えてしまう。まさか、と笑い飛ばしたいけれど、でもちいちゃん、嘘や冗談を言うような女の子じゃない。それに嘘や冗談を言っている様子でもない。思い詰めた顔からその言葉が本気なんだって伝わってくる。そしてちいちゃんがこんなにも悲しそうなのはそのことが原因なんだっていうのも。でも、だからって私には今どうすればいいのかがわからなかった。だいたい私の家が火事になることと、私たちがもう会えなくなることと、どんな関係があるっていうんだろう。遠くを見ていたちいちゃんは、私のおでこに自分のおでこがくっつくほど顔を近づけていった。だからかごめちゃん、今夜は眠らないで。ちいちゃん、約束して絶対眠らないって。ね。誰かがさ、鴨泉さんの家に恨みを持って燃やそうとしてるってことかな。それをちいちゃん知ってるってことかな。ちいちゃんの目はとても真剣で、だから私もよくわからないままうなずいた。わかった。約束する。じゃあ指切り幻慢ね。やっと少しだけちいちゃんが笑顔を浮かべて小指を差し出した。私もその小指に自分の小指をそっと絡める。指切り幻慢。これ、ちゃんとさ、火事起きた後さ、寝ずにいたらちいちゃん会ってくれるんかな。バイバイかごめちゃん。ちいちゃん、指切った。勢いよく小指をほどいて、ちいちゃんはそのまま走り去ってしまった。一度も私を振り返らずに、バイバイも言わせてくれないで。ちいちゃん。気がつくと私は、ちいちゃんが消えた野原に向かって駆け出していた。かごめちゃんとは今日でお別れなの。今さっき聞いたちいちゃんの声が頭の中で繰り返される。お別れってもう会えないってことなの。嫌だよそんなの絶対に嫌。ちいちゃん、ちいちゃん、いるんでしょ？いるなら返事してよ。私は自分でもびっくりするぐらいの大声でちいちゃんの名前を呼び続ける。けれどその声は洞窟の中みたいに辺りに響くだけで、ちいちゃんからの返事は返ってこない。どうして？私たちお友達じゃなかったの。意地悪しないでよ、ちいちゃん。あ！涙が溢れて目の前がぼやけていた私は、何かにつまずいてその場に倒れてしまう。私がちいちゃんやったら、すぐどっかに隠れて、鴨泉さんがいなくなるまで待つと思うから、ちいちゃんスタート地点の周りにいるんちゃうかな。手の甲で一生懸命に涙を拭くと、赤くすりむけた膝小僧が見える。どうしてこんなことになったんだろう。さっきまではここにいたのに、ずっと一緒だと思ってたのに。ひょっとして私を助けてくれたから会えなくなったの。ねえ教えてよちいちゃん。私はようやく地面にしゃがみ込んで泣いた。
もう会えない初めての友達のために。どんなに悲しいことがあったって、いつもと同じようにお腹は空くし夜は来る。何でもないようなふりで一日を終え、私は布団に入っていた。枕元にはおばあちゃんが座り、いつものようにうちわで仰いでくれている。寝る前にはあれこれとお話しするのが習慣だったけど、今日はそんな気分になれなくて、私は寝たふりをしていた。もちろんそのわけはちいちゃんだ。あの子の言葉が耳にこびりついていたから。かごめちゃん、今夜は眠らないで。本当なのかな、どうしても信じきれない。いやだしさ、どんな寝たあかんと思っても布団で横になってもうたら寝ちゃうわ。電気つけてスマホ触ってゲームしてってしとかないと。暗い部屋にいるだけで寝ちゃう。でもちーちゃんが嘘を言う子だとも思えない。それに寝ないって約束もした。本当に火事になるの？お家が燃えてなくなるの？本当なら大変だ。もう寝たのかい？目を閉じ息を潜めていると、おばあちゃんが微笑むような気配がして、うちわの風が止んだ。もしもしだ、本当に火事になったらおばあちゃんはどうなるんだろう。ちーちゃんの言葉を知らないおばあちゃんは死んじゃう。でもちーちゃんの教えてくれたことが嘘だったら、もしそうなら私は怒られるかもしれない。そのことはお父様の耳にも届き、ひどく叱られる。お父様にこれ以上ないくらい叱られるところを想像すると胸が早鳴った。そうやね、火事になっちゃうんだよっていうのをお父さんに言うことで火事にならない可能性があるから、そうなると嘘ってことになっちゃうもんね。難しいところやね。おやすみかごめ。布団を直し、枕元の小さなライトを消すと、おばあちゃんは静かに部屋の戸を開けた。おばあちゃんに言うのは今しかない。あ、これ借り、これでもなんかあかん気するな。どうなんやろ。さっき言ったように火事になることを教えたことで火事にならなくって、鴨泉さんめちゃんこ怒られる可能性あるけど教える。おばあちゃん、おや起きちゃったのかい。ドキンドキンと胸が早くなる。もしちーちゃんの言うことが本当なら、おばあちゃんだけでも助けなきゃ。だから私は思い切っておばあちゃんに言った。あのね、今晩寝の刻に火事が起こるの。え？おばあちゃんはびっくりしていたような顔をしていた。本当なの、ちーちゃんが教えてくれたの。早く言わなきゃ。そう思うと喉がカラカラに乾く。それでもおばあちゃんはいつものように私の話をしっかり聞いてくれていた。あら、まあそりゃ大変だね。でもおばあちゃんから帰ってきた言葉はとてものんきなものだった。信じてくれてない。夢で見たことがごっちゃになって寝ぼけてるのかね。寝ぼけてなんかいないよ。さっきだって寝たふりしてたんだから。あー、おばあちゃん真面目に聞いてよ。おばあちゃんは笑っている。私の言うことを寝ぼけた何かと勘違いしている。のび太くんのおばあちゃんなんてさ、小学生になったのび太くんが僕のび太ですって言っても信じてくれてたよ。のびちゃんは嘘なんかつかないっつって。信じてもらうように頑張って言ったけど、おばあちゃんは困り顔をするばかりだった。さ、今度はちゃんと寝ようか。ねえかごめ。おばあちゃん大丈夫。もし火事になったらおばあちゃんがすぐに、無理やって。いや無理やって、絶対鴨泉さんの方が早いやろ。じゃあおばあちゃんも寝ないで起きててくれる？ああ、指切りしたっていいよ。だからおやすみ。うちのおばあちゃんなんかさ、夜ご飯6時に食べて8時ぐらいに寝て2時3時の起きてきてたよ。おばあちゃんは指切りしてくれた。そして私が目を閉じたすぐ後に静かに襖が閉まる気配がした。よかった、
ねえちいちゃん、ちいちゃんのおかげで助かる人が増えたよ。けどそれを伝えたいちいちゃんにはもう会えない。もう私、かごめちゃんには会えない。ちいちゃんの言葉が耳の奥にこびりついて離れない。何度思い返したって悲しいだけなのに、何度も何度も繰り返してしまう。その度に胸はズキンズキンと真新しい痛みを訴える。じいちゃん寂しいよ。思わずつぶやいて、つぶやいたら今度は涙が出てきた。ずっと我慢していたけど、もう限界だったのかもしれない。誰にも気づかれないように、私は夏掛けを頭からかぶって泣いた。じいちゃん、じいちゃん。私のこと嫌いになっちゃったの？私たちもうお友達じゃないの？どうしてもう会えないの？どうして？初めてできたお友達なのに、こんな風にお別れするなんて悲しすぎる。私は布団を剥いで、枕元のお人形を見つめた。お人形の右手には、お祭りで買った指輪がはまっている。指輪はお人形の右手にちょうどいい大きさだったので、私が寝ている間はお人形に預けることにしているのだ。ちいちゃん。お人形の名前も一緒に考える約束したのに、指切り幻魔もしたのに、秘密の場所も私にだけ教えてくれたのに、お揃いで買った指輪は友達の証じゃなかったの。今夜はやけに時計の音が大きく聞こえる。虫の音も枯れ外れの音もちっともしなくて、世界には私しかいないんじゃないかって気になる。じいちゃんもお父様もお母様もおばあちゃんも初めっからいなくって、全部夢なんだよって言い聞かされているみたいに。そんなことを考えたせいか、やけに心細くて夏だというのに身震いする。泣きすぎたのか、まぶたが熱くて腫れぼったい。それに喉もカラカラだ。お水でも飲みに行こうと私は布団から起き上がった。ぼんやりと掛け時計が見える。時計の長針と短針が12のところでピタリと重なっていた。私はちいちゃんの言葉を思い出した。今夜寝の刻、かごめちゃんの家は火事になるよ。約束して絶対眠らないって。なんだか変な匂いがする。何の匂い？それにこの音。火事だ。何か燃えてる。まあ一般家庭やったらさ、12時ってまだ結構起きてる家多いやん。お父さんが起きてるとかさ、お兄ちゃん起きてるとか、まあ、多分鴨泉さんの家って神社でさ、朝早い商売でしょきっと。5時とかに神主さん掃除とかしてるイメージやから、家の人も寝るの早いやろうしね。12時っつったら寝てる可能性大やね。襖を開けた私は絶句してそこに立ち尽くした。見慣れた私の家は真っ赤な炎に埋め尽くされていた。廊下も壁も障子も棚も何もかも炎に飲み込まれて見る間に灰になっていく。襖に触れたままの手も膝も体全体が震えていた。このままでは危ないって分かっているのに、目は火に釘付けになったまま。目の前には柱が倒れてきて、ようやく私は我に返った。でも煙にむせてしまって声にならない。それでも私は叫ぶことを止められなかった。おばあちゃん、お母さん。狂ったように踊る炎に私は必死で目を凝らす。おばあちゃんの部屋どこ？だいたい1階の日当たりのいい部屋でしょ、おばあちゃんは。
その中におばあちゃんやお母さんがいるんじゃないかと思って。でも炎の熱気は私の顔やまつげを焼いてしまいそうで、耐えきれずに襖を閉めた。少しだけ熱気と煙は和らいだけど、こんな薄い襖なんてきっとあっという間に燃え尽きてしまう。どうしよう、おばあちゃん、怖いよ。襖から一番遠い壁に背中を押し付けていると、縁側の方、あ、やっぱそうやね、なんか縁側あるよね。なんか私のイメージ的にこの襖見えてる反対側って縁側で、すぐ外に出られるイメージがあったよね、鴨泉さんの部屋。なんか外から流れてくる夏の風がどうのこうのみたいな文章があったと思うからさ。カゴメ、カゴメや、おばあちゃん。さっき閉めたばかりの襖はやすやすと燃え尽きて、火は畳の上を走って私へと迫ってくる。もう顔は涙と煙でくしゃくしゃになっている。おばあちゃん、ちょっと おばあちゃんどこにいんの。よかった、縁側に逃げたんだ。おばあちゃん、私はすぐにでもおばあちゃんのところに行きたかったけど、目の前には大きな、あー、じゃあやっぱり部屋に縁側が隣接してるわけじゃないんか。まあでも危ない、まあ防犯的に考えれば危ないもんね、子供がすぐ縁側から外に出れるようなところで寝るのって。もうおばあちゃん逃げて。カゴメや、こっちに来ちゃいけないよ。あ、こっちおいでじゃなくって、来るなっていう呼び声。何を言っているの、そっちは外。私が今いる場所は火に包まれたお家の中。どうしてそっちに行っちゃダメなの。私、おばあちゃんの言うことがわからないよ。私は縁側の反対側、家の中を見た。さっきまでの面影を残しているところなんてない。まるで炎の回廊だ。目まぐるしく動き回り、みるみる家の中を燃やしていく炎をじっと見ていると、怖くて叫び出しそうになる。でもそれを我慢して私は考えた。おばあちゃんはいつだって変なことを言わなかった。いつだって私を可愛がってくれた。だから今だっておばあちゃんが正しい。おばあちゃん、そっちに行っちゃダメなんだよね。そうだよ、こっちは。おばあちゃんの言葉が途切れた。じゃあおばあちゃん大丈夫かな。何か起きたのかと私がおばあちゃんを見ようとして、あれ待って、全然家の間取りがわからん。おばあちゃんを見ようとしてるってことは、やっぱり縁側すぐに出られるところにあるの。大きな音、崩れ落ちる柱、飛び散る火の粉、揺れる畳、そしておばあちゃんに襲いかかろうとする瓦礫の山。おばあちゃん。私は弾かれたように走った。家の中を舐め尽くしている火の中を駆け抜けた。走りながら泣いていた。おばあちゃんがもういないからじゃない。最後におばあちゃんが私に向かって笑っていたからだ。おばあちゃん、助からなくちゃいけない。見たくなかった、おばあちゃんのそんな顔。なのにそれなのに、私の行く先を塞ごうとするように横から壁が炎と一緒になって吹き飛んできた。縁側の方が危ないってやばいね。でも家の中もっと危ないと思うねんけどね。よりによって鴨泉のお屋敷が。もう手の施しようもねえな。助かったのはお嬢さんだけとはね。幸せなことか不幸なことかわからんね。まったくだ。誰かの話す声がする。誰だろう。お父様の声とは違う。またお客さんが来てるのかな。それなら私はお家にいない方がいいだろう。今日もお人形と遊んでいようか。どこに行って遊ぼう。何をしたら楽しいかな。うん、一人で遊んだって何にも楽しくなんかない。私、お友達が欲しいんだ。でも私にはお友達がいない。私と会ってくれる子なんていないんだ。
会えるよ。だって私たち、もうお友達でしょ。わー、これ、鴨泉さんだけが生き残ったの？どうやって？目を開けた私の前にあったのは、ちーちゃんの姿じゃなく、夜の闇に浮かび上がる瓦礫の山だった。それは私の家だってことに気づいたのは、しばらくしてからだ。よくよく目を凝らしてみれば、いくらか家の名残が見て取れる。おばあちゃんが使っていたタンスや私の好きだった庭石。だけどそれは本当にただの残骸で、私の家はもうきれいさっぱりなくなっているのと同じだった。瓦礫に飲まれていくおばあちゃんを見たところまでは覚えているけど、その先の記憶はない。きっと無我夢中で逃げ出してきたんだろう。その証拠に私の寝巻きはあちこちが焼け焦げている。やけどやすすまみれの体はちょっと動かしただけでもあちこちに鋭い痛みが走った。右腕なんかどこかで釘にでも引っ掛けたのか深い傷が並んで走っている。さすがにもう血は乾いていたけどじんじん痛みが響いてくる。でもそんな痛みなんてどうってことなかった。胸の痛みに比べたら。おばあちゃん、誰も私のことを気にかけてなんていなかったし、私も誰かに尋ねたりはしなかったけど、頭でははっきりわかっていた。もう私の家族はいないんだってことを。怖かったお父様も、寂しそうだったお母様も、大好きだったおばあちゃんも、誰もいなくなってしまったんだって。その事実は不思議なほどストンと私の胸にはまった。あんまりにも大きなことだからか、悲しいとか寂しいとかの感情はない。ただ一人になっちゃったんだってそう思うだけだ。私は痛む体でゆっくり立ち上がって、裸足のまま、かつて私の家だったところへ近づいた。ちゃんとこの目で見なくちゃいけないと思ったから。私が家族を失ったことを、これからは本当に一人で生きていかなくちゃいけないんだって、現実を確かめておくために。あんなに大きかった私の家だけど、焼け落ちてしまえばただのゴミの山だった。ほんの数時間前まで私の部屋だった場所だけは、かろうじて部屋としての体裁を保っている。でもみんなすすまみれか水浸しになっていて、使い物にはならないだろう。壁にかかっていた時計はすすだらけになって、12時ぴったりで止まっていた。今夜寝の刻、カゴメちゃんの家は火事になるよ。とても大きな火事になるのよ。火事はちーちゃんの予言通りに起きたのだ。そうだ、指輪。お気に入りだった服や本はもうダメだろうけど、お人形と指輪なら残ってるかもしれない。他の部屋と違って、私の部屋は比較的綺麗な状態で残っているから。私はかがみ込むと散乱したものをどかし始めた。全部失ってしまった今だからこそ、せめて指輪だけは持っていたい。私の初めてのお友達とのかけがえのない思い出の証だから。なんでだろう。急に涙がポタポタ溢れてきた。視界がぼやけるけど、傷が痛むけど、私は手を止めない。指輪を見つけなくちゃいけない。涙が焦げた畳の上に次々落ちていく。指輪もお人形も見つからない。どうしてだろう。あんなにしっかりした作りのお人形とガラスの入った指輪なのに。どうして。綺麗なままでなくてもいい。燃えかすだけでも溶けたガラスのかけらだってよかった。せめて一部分でもいいから持っていたいのに、まるで誰かが持っていったみたいにお人形も指輪も見つからない。誰かが持って行ったみたいに。ちーちゃんが
持っていっちゃったんだろうか。そんなにお人形が欲しかったの？それなら言ってくれればよかったのに。お人形なんていくらでもあげたのに。ねえちーちゃん。え、この襟足はこの襟足はどう見ても道明寺。突然体が浮いたかと思うと、私は誰かに抱き上げられていた。声から若い男の人だってことは分かったけど、顔を見ることはできない。男の人は私の背中を軽く叩きながら言った。少し休んだ方がいいよ。でもだって、君の家には女の子が放火したって噂になってるんだ。いずれ警察に事情を聞かれて大変になるから、今は少しでも休んだ方がいいんだよ。ええ、ちーちゃん？女の子が放火した。私の言葉に男の人は少し慌てたようだった。あ、君のことじゃないよ。それは心配しなくていい。男の人は何かあれこれ言っていたようだけど、もうそんなの私の耳には届いていなかった。今夜寝の刻、かごめちゃんの家は火事になる。確信に満ちたちーちゃんの言葉。女の子が放火したって噂だ。男の人が漏らした一言。そんなはずない。だけどじゃあどうしてちーちゃんは火事のことを知っていたんだろう。考えれば考えるほど頭は混乱して、言葉の代わりに涙ばかりが溢れ出す。どうして、どうして。君は疲れているんだ。もうお休み。男の人は片手で私の体を支えたまま、ゆっくり背中を撫でてくれた。そうされてようやく、私はもう自分が天涯孤独なんだって気がついて、大きな声で泣いた。泣きながらいつの晩か、お台所で漏らした言葉を思い出していた。こんな家なくなっちゃえばいいんだ。私があんなことを言ったから、本当に私の家はなくなってしまった。ごめんなさいごめんなさい。お父様お母様おばあちゃん。私はとてもいけない子です。